はい。私は商売士国際特許商標事務所の藤城と申します。本日は表題にありますように、ジップス、まあこれは日本地代標準事務所の略でございますけれども、標準化の基礎、メリット、課題について30分ばかりご説明したいと思いますので、よろしくお願いします。 これは私の簡単な略でございます。もうだいぶ昔になりますけれども、1980年、昭和57年に上京しまして、今の経済産業省に入省して、その間基本的にはいろんな仕事をしたんですが、柱となるのは,やは、いわゆる ISO、JIS に関する行政を行ってきました。で、3年前に現在の商売市国際特許商標事務所に入りまして、仕事としては企業の皆様方の技術の普及、 技術の普及には特許事務所ですから特許出願もありますけれども、これからお話しする、やっぱりルールメイキングという形で技術を広げていくということで、皆様方のビジネスのサポートを実施しております。で、これから、 その標準化の基礎的なこととか、あるいはどのような形で取り組んだらいいのとか、あるいは特許にもメリット、デメリットございますけれども、標準化についても当然ながらメリット、デメリットとか、あるいは今後に向けての課題がございますので、まあそれをかいつまんでご説明して、皆様の今後のビジネスの何らかのプランニングにお役に立てればというふうに考えております。 で、今日のお話内容、まあ、30分程度でどこまで、えー、意を尽くせた説明になるか、えー、自信がございませんけれども、大きく分けて、まあ、そもそも標準化とは何なのか、一番目。で、二番目で先ほど言及しましたメリットについて、どのようなメリットなのか、当然メリットがあればデメリットなので、そこについても言及し、で、今現在、えー、日本の企業の方々とか、あるいは国際的に議論になっているスタンダード標準化の課題とか、あるいは今後の方向性。で、それを踏まえて、 でやはりルールメイキングでございますので戦略的な標準化というのはどんなものなのかということをご説明できればというふうに考えております標準規格といってもなかなかピンとこない方もいらっしゃると思いますのでちょっと大乗段で構えてございますけれども世の中基本的に対別すると社会規範というのがあってこの中には規制 え、任意というのがあります。規制というのはもちろん運転免許とかのように、えー、違反したら罰せられるといったようなものと、守っても守らなくてもいいですけども、参考にしてくださいねといったような任意のものがございます。で、日本の場合は、海外の場合は、えー、規制は国、任意は民間という、う デバケーションでやってるんですけども、日本の場合は任意であっても、皆さんお聞き、お耳、あるいは目にしたことがあると思いますけども、ジスとかジャス、こういった、えー、法律に基づいてるんだけども、あくまでも市場の 安定性とか、あるいは使用者の便益とか考えて、国が一定基準を定めるというのがございますし、あとでも説明しますけれども、必ずしもその企画でございますので、民間の方々が作ってもいいといったのがございますので、規制はもうこれは政府しかできませんけれども、企画というのは一生ルールメイキングでございますので、一人ではできませんけれども、関係者がいらっしゃれば、その関係者の間で守っていこうというルールが作れると。 え、いったようなもんでございます。従って、規制というのはもう皆さんご存知のように政府が公開等を通して、まあ端的に言うと上から下へ上位を脱で、え、標準規格というのは関係者が合意、コンセンサスによって、まあこれからはこのルールに沿って製品を作っていこうとか、市場を盛り立てていこうとか、いったような取り決めて、というふうに考えていただければいいと思います。従って、まあそういった意味では、その合意のコンセンサスのもとが、例えば、皆さんがよくお使いになっている A4 とか b とか、 イオンとか公共インフラに関するものであれば国が中心となってやればいいだろうしあるいはえこの合意がえ企業もウィンなり消費者もウィンになるというまあ使い古された言葉でございますけどもウィンウィンの関係なのであれば当然ながら戦略的なコンセンサスもあるということでございます。こういった前提でお話を聞いていただければというふうに考えております。 で、最初がまず標準化について、なかなか標準化というと、あの、難しいところがあって、えー、英語はスタンダード。で、スタンダード語源は、関係者、ステークホルダーが集まってルールメイキングをするというのが、スタンダードの語源なんですけども、日本の場合はそれを標準化と訳しております。で、標準化の英語はアベレージなんで、まあ、後輩の大きな誤解のもとにあるんですけども、必ずしも企画というのは、平均的なレベルではなくて、高い、 スタンダードがあれば低いレベルもあるといったようなことで、この標準化という言葉を理解していただければ幸いでございます。で、標準化は、まあ、いろんな企画ございます。あの、多種多様に当たってます。で、右の方が、あの、サービス、製品、 と、あらゆるものが対象となっておりますということで、まあ簡単に具体例を説明していくと、一番上でその共通言語とあるんですけども、これピクトグラム、皆さんがトイレに入るときのトイレのマークとか、ああいったものは言語にはない共通言語ということで、そういったものとか、あるいは、えー、皆さんあまり気にはされてませんけども、服には必ずそう選択へ平というのが書いております。これは国によってバラバラだったら困るんで、これも国際標準化していると。 で2番目の互換性もうこれはもうあのネジ乾電池とかそういったものとか共通仕様とかもうこれはいわゆる互換性のもの同じ、えー、寸法例えば A の3といえば、えー、ボルトであれば K は 2mm で長さが 3mm とかそういった、えー、いわゆる製造の効率化とかあるいは仕様、えー、の 便宜とかそういったことを考える、いわゆる五性を主な目的とした標準化というのもあるだろうし、下の方になってくると消費者の保護とか、例えばその子供服の安全とか、今、あの、子供服、今では昔はあの結構あの、 リボンとかついてたんですけど、そのリボンが何らかの表して、えー、ドア、自動ドアに巻き込まれて、えー、ケアをするといったようなことがあったんで、そういった消費者の安全を考えた標準化とか、あるいは真ん中方になってくると医療福祉、あ特に福祉の方ですけども、介護用ベッドとか車椅子とかもそういった耐久性とかの標準化。で、左の方になってくると、かなり広範な範囲。右の方は基本的には組織が生産する、 製品、サービスも含んでの、組織が生み出すものについての標準化だったんですけども、今、現在は左の方にあるマネジメントシステム、皆さんも名前聞いたことがあると思いますけども、ISO90001、品質、環境であれば1万4 0 0 0とか、あるいは組織、ガバナンスがこういった製品、サービスを生み出す組織そのものの標準化と、であるいは地球温暖化とかそういった幅広い、基本的にもあらゆる分野が対象となっています。なぜならば、冒頭に説明したように、規制は 必要最低限ただし、その任意というのは必要があれば、制限はないわけで、従、まあ、って、そういった意味で、あらゆるルールが作られているということでございます。かといって、先ほど説明した、右の方で説明した、ありとあらゆるものが、 スタンドアローンで、どんどん生まれていくかというと、そうではなくて、やはり左の方に書いている特定の目的がございます。例えば公共インフラ。これだったら A4 とか A3 とか、あるいはコンクリートブロックとか、あるいは二社間取引。これは特定の A 社とか B 社じゃなくて、えー 同じものを作る企業が10社20社いて、同じものを買う企業が10社20社いると、効率化のためにパターン化しようとか、あるいは公共調査ですと、地方自在とか中央省庁が、なるべく間違いのない良い,いものを作るためにやっぱり標準化しようとか。というのは基本的には国内市場がメインだったんですけども、今は左と一緒で地球規模になっております。国際貿易。でえー まあ昔はもう多分日本国内は日本国内だけ海外海外向けというふうに二つの方向で生産してたんですがもうそんなことしたらとても不効率なんでえ国際的に使えるものは国内でも使える国内で使えるものは国際的に使えるとただそういったものを政府間で決めるとえ大変なことになるのでじゃあせっかくであれば ISO とか IC でやってるんでそこで決めていこうとかそういったこともやられてるのが国際貿易でもう一つは先ほどその規制の話でえ政府は必要されている 規制という,うに言っているんですけど、皆さんご理解されているように、規制がこと細かく過ぎると、まあ要は橋の上げ下げまで行ってくると、技術の進展が止まってしまうんで、まあ、規制はエッセンシャルディカイメント。まあ例えばこれはやっちゃいかんとか、あるいはその、車は、 ま、日本で言うと、最高速度180キロを超えちゃいかんとか、それだけ決めて、じゃあ具体的にそれをどうやって守るかというのはもうセンサ万別なんで、じゃあそれは任意のスタンダードで決めていこうとか、そういったものとか、あとは、あの、真ん中の方でございますけれども、これはもう特許と一緒になってくるんですけど、新技術の普及。特許というのは、ある人が発明した技術の権利を守るということで、ただし権利を守るばっかりしたら普及していかないんで、このスタンダードというのは逆に普及していこうといったようなもの。 とか、あるいは、あの、標準化という名前で、皆さん、あの、平均レベルというふうに勘違いされるらしいなんですけども、例えば、日本の製品は、これは間違いなく、世界でトップレベル。ただし、あまりにも高すぎると、その高すぎる良さが、 評価する方法がないと差別化できないということで、まあ、あの評価方法を作る、そのための差別化のものとか、あるいはルールがないと仕様は作れないので、まあ、そういった新たな仕様を作るルールメイキングとか、多種多様にわたっております。そういった中で標準化が政府レベル、民間レベルで動いているというのをご理解いただければ幸いでございます。 で、まあ、数えて口で、あの、喋るだけだったらなかなかわかりづらいんで、ま、二三の例を、具体的な例を説明すると、えー、先ほども言及しましたネジのジ数。これはジ数で決めてるのは、あのー、ここで書いてるように形状寸法だけで、実はネジで重要なのはネジの素材。 が重要でして、ただし、ネジの備えは使える場所によって全く変わってきて、単に止めるだけだったら、もう、あの、普通の鉄でいいんですけれども、あの、ものすごくその強度を要するとかだ。あるいは、海水とか特殊環境で言うと、やはり特殊な鋼鉄を使鉄鋼をつかないかと。そういった際には、やはり、あの、それを、自主で定めるとパターン化されてるんで、もうそこは、当事者感動して決めてくださいと。ただし、ネジの標準で一番重要なのは形状と寸法だけですとか。 そういった取り組み方とか、あるいは一つ、あの、面白い例としては、下から2番目で、津波避難誘導標識システムの実というのがあるんですけれども、まあこれ津波、皆さんご存知のように、英語も津波なんですけれども、あの左の図でございますけど、津波の標識はこれは ISO でも提案しています。ただし一番重要なのは、例えば、この土地は津波が来たら危ないですよとだけだったら、何ら意味がなくて、あの、こうに書いているように、 津波が来たら、どこそこに避難しましょうと。で、場所はちょっと小さくて見づらいんですけども、ビルの高さが15メートルで、例えば、あの、右に100メートル行って、あの、左に回って300メートルか、そういった図記号だけではなくて、要は避難誘導、避難所に、えー、住民の方を誘導するための標準化も必要だということで、まあ、ある意味、その、上の方が単純な製品の標準化に比べて、これは、 避難、あの、避難図記号が製品とすると、その製品の使い方までガイドとして示した実施でございます。まあそういったありとあらゆる標準が出来上がっている中で、やはりそういった中で、えー、日本が、の企業の方々が国内だけじゃなくて海外に向けて自分の権利を守りつつ、いかに普及していくかというのは、やはり特許だけ、あるいは規制だけではどうしようもないので、えー、こういったスタンダルの使い方が有効になるんではないかというふうに考えております。 でもう一つはその冒頭に社会的機関として企画、えー、と規制が二つあるというふうに説明してましたけど意外と分かりづらくて、でただ昔は企画というのは規制の対象以外を定めていたと。 いうことでございます。で、それが、あの、先ほど説明したいろんな技術が、えー、複雑化していくと、これは規制で決めて、これは企画で決めようということがなかなか難しくなってきて、まあ一つの例として自動車の例を挙げてるんですけれども、下の方の左の図でありますように、10年、20年前はあの、自動車の世界もルールがあって、ただし、規制、これは車の安全性については、 あの、まあ、英語で書いてますが、いわゆる国連に入っている、まあ、アメリカ政府とか日本政府が入って、車の安全性について基準を決めて、で、えー、企 IS の方は安全に直接関係ない。例えば燃費の計測の方法は、ま、IS に負けません。 任せましょうという役割分担だったんですけれども、まあそうは言ってもその自動運転になってくると、ありとあらゆる情報が集約してるんで、先ほど言った規制はこの分野、あとは標準のお願いといったようなやり方ができなくて、まあ例えば、あのー、皆さん、あのー、今はあまり新聞等に載ってませんけれども、自動運転レベル、えーじ、レベル0から5まであって、0はもう全然あの、人で動かすやつなんですけれども、この自動運転レベルというのはアメリカの民間企画、 の基準であって、それに基づいて、でも実際にはもう、自動運転というのは情報技術の塊でございますので、これは政府、これは民間という形ができないので、左のような規制機関の役割分担というのは明確になされずに、とにかく作っていって使えるものはどんどん、 使っていこうといったような、いわば、あの、ベンズのような形でございますけれども、ま、あの、ワーキンググループ29というのは国連の機関でございますけれども、ISO とワーキンググループが、ま、要は、やれるとこがやっていこうと。ま、結局は、あの、参加しているのは自動車メーカーの人たちなんで、ま、そのように、あの、今はいろんなルールが複層化している。で、その中で、いかにそのビジネスに重要なルールを抜き取っていくかといったような考えも必要かと思います。 であともう一つは内容ですね。先ほどちょっと、あの、互換性について特化していったんですけれども、冒頭のいろんな標準化がありますよということで説明したんですけども、流れとしてはどう、当たり前はし、広がっていっております。製品の使用。 まあ子電池言と単1、単2、単3、単4と、製品に関する企画から先ほど申し上げたように、製品自体が多様化していて、で、その多様化した製品に対していちいち標準化したら、標準化できたときはもうその製品が使えなくなったということなんで、であれば、そもそも製品サービスを生み出す組織に対する標準化が必要であるといったような広がり。と、もう一つは、あの、これも、あの、先ほど説明しましたように、元々は、 あの、互換性がメインだったんですけども。 取引の円滑化から消費者保護が国内の取引、国際とかあるいは社会的な課題、高齢者ええ、障害者とか、今最近はその SDGs とかなってございますけども、今現在はその人権問題とかについても取り組んでおります。やはり、あのこ、ここまで国際的な活動がさあの広がっていくと、やはり単体の政府機関の規制というのはなかなか難しくて、じゃあ政府が集まって規制をするかというと、これまた大変なんで、おのずから任意の ルールメーカーである iso ic の方に重点が入っているといったような標準をめぐる環境の大きな変化もございますまあこれがあの説明したのでまぁ後でご覧になっていただければいいんですけど、単純に製品からどん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 流れていって下の方になってくると先ほど言った sdg s とか dx とかあるいは最近は ai ま、例えば、レスポンシブル AI、責任ある AI とは何かとか、いったようなことも議論されています。まあ、そういった意味で、ある意味、その規制というのは政府が法律に基づいて定めるものですけれども、標準というのは関係者が定めるものなんで、いわば、え、制限がないので、かといって、え、やめくもにつくと社会の混乱になるんで、まあ、そこら辺をどうやって俺らをつけていくかというのも、一つのポイントになるかと思います。 で以上はまあ、いわゆる標準化とは何かということで、2番目が、じゃあ、実際標準化するにあたってメリットとかデメリットというのがあると思います。これはもう個々の選表で変わってくるので、一般論という形でお聞きいただければ幸いでございます。で、あの、標準化のメリット、デメリット、冗談と下段に分けて考え、書いておりますけれども、最初に申し上げると、メリットはイコールデメリットになります。だからそこはもう、あの、安倍の問題だと思います。メリットとしては、まあ、ここに書いてますように、 ルールを作ることによって一定の水準以上の製品サービスが提供して、いわゆる品質が担保される。後でも出ますけれども、要は、まがいものが、を排除できると。いったようなことになるんですけれども、これも単純な話、先行者利益があるけれども、やはりルールというのは使われるとやっぱり空気水みたいなものになってくるんで、最初は標準を提案した人がメリットを感じてますけれども、5年中で経っていると、あれ、自分って何をしたんだろうというような形になれると。 まあ例えば一つの例として CD の標準化は日本がまず先端的に提案したんですけれども最終的には製造コストの問題になって結局はもうより人件費は安い東南アジアの方に財源が流れていったようなこともあるのでここら辺は何をメリットと感じるかということが判断の分かれ目になると思います。 で、二番目として、先ほど言ったまがいものをその排除するためにレベルを高くする。ただ高,高く設定しすぎると、これは逆に市場が縮小すると、いったようなことで、えー これも判断の問題ということと、あとは何でもかんでも標準化してくると、やっぱり消費者にとっては面白みがないんで、えー、その製品の拡大が阻害されて、結局は全部を標準化したために、まあ、いわゆる選択ミスで市場がなくなったり、あるいは何もほとんど決めなくて競争激化して、 共産激化してどうにもならないといったようなことにも繋がってくると思います。まあ、したがってメリットで、えー、赤字のとこが結局メリットデメリットのもう双方の関係になると思います。まあ、そういったことらがあるので、まあ、デメリットで書いてますように参入障壁。まあ、特許というのは使う人を限定して、標準というのは誰でも使えるんで、 そういった意味ではオープンになるんで、いろんな企業の参入が容易になると。その結果として市場は活発になるけれども、逆にその先ほど言ったあの製造コストが低,低下して、結局はあの最初のその、えー、標準化しようといった主体者のメリットをする。こういったものが、えー、場合によって変わってくるとは思います。だからどこまで標準化するかというのはなかなか難しいところがあるとは思います。 で、じゃあなぜ個々の企業が今現在、まあ日本の場合 IS を実スともにあ経産省が主体でやってますけれども、やはり実態のその国際表示の場で出ていかれているのは企業の方々で、なぜ個々の企業が自主的に標準化を取りものか、取り組むのかと、一体の例として、あの事例として挙げてございますけれども、まあ基本的には差別化ですよね。大金工業さんで言えば、例倍 あまりにも先端すぎて、従来の国際規格では評価できなかったんで、えー、例えば、あの、クラス分けが、 大雑把すぎて対応できないと、そういった場合には、新たにそのビレンというものを追加したとか、あとはヤクルトさんにおいては、発行乳に乳酸菌飲料を追加とか、もうそもそも日本の技術が高すぎて、既存のルールや概念でなければ評価するものはないんで、そういったものをルールとして突っ込んでいくとか、そういったあのルールとして、パターンとして、国際標準化に自社の技術を入れることで普及していくと、えー、いったようなこともあると思います。 まあそれ以外にも、まあ、あのやり方はいろいろと多種多様なんですけれども、い、ま、ろ、あ、んなものの組み合わせですよね。やっぱりスタンダードというのはスタンダードローンでなかなか活用できないんで、イノベーションとスタンダードとか、まあ、あの下に書いてございますけれども、規制と標準とか、い、ま、ろ、あ、んなやり方があるとは思います。まあ、そういった中で、まあ、実際の,その今現在の標準化の課題とか今後の方向性について、まあ、簡単にご説明したいと思います。 で、あの、今後の方向性については、あの、まあ、先ほど規制のところで話したんですけども、今現在、当たり前の話ですけども、日本の規制というのは、各省庁が、まあ、皆さん、縦割りと呼んでいる、え、設置法に基づいて、規制を行ってますと。で、従って、いいところは、担当省庁が決まってるんで、まあ、いい意味では、きめ細かい対応ができると。きめ細かいですね、逆に言えば、応用が効かない。新たな技術に、人層の対応できないと。 いうことと、技術があまりにも複雑さが多様化していくと、まあ基本的には役人値なまあ私も過去役人だったんですが、あの、技術的な能力がないんで、追いついていかないということがございます。それと、あの、日本の省庁の設置法というのは、まあ、あの、変な話、あの、大正昭和時代の設置法なんで、新しい技術が全く読み込めてないということと、やはり基本的には、あの、どの、もう日本に限らず、他の国にもそうですけども、政府というのは基本的には必要最低限を、 規制して、それ以外はもうあとは民間の方で自由に決めてくださいというようなタイプになってくると。いうふうに思います。従ってそういう意味では、あの、赤で欧州型に行こうと書いてございますけども、欧州も、どの国もやはり政府というのは規制が好きでどんどんやってるんですけども、欧州については、皆さんご存知のように、1995年、25年、27年前に、 あの、市場統合をしたんですけど、その際に一番のネックになったのは、各国の政府機関の取り決めが一番ネックになって、これがある限り、市場統合できないということで、まあ、彼らは10年、20年検討した結果、あの、まあ、しょうがない。やっぱり、国の規制値はない方がいいんだなということで、ただし、必要最低限が定めて、あとはもう民間任せようといったような形になっていると思います。これはアメリカもそうでございます。まあ、したがって、今後はやはり、必要最低限は政府が決める。これはもう政府の役目でございますけども、やはり、あの、これだけ技術が、 上の方にも書いてございますけれども複雑があるいは技術のその,あのライフサイクルが短い場合はもう一番中身を知って,知っているのはその製品サービスを生み出す企業の方々なんでまあそういった企業の方々が中心となって、えー、基本的には あの、ここに書いてますように、規制というのは国民の安全に直結するものだけに限って、まあ、それ以外は民間の方次第で、なおかつ、あの、国内目線ではなくて、国際目線で、いかにして、その、日本が、もう端的言うと、あの、国際平和のために、あの、やってもしょうがないんで、いかにして日本全体、日本企業が活躍できるか、そういった観点での標準化というのもありうんではないかといううに考えております。 そういった中で何が課題になっているかというと、えーまあ、すでにこれから説明している公用会に属している方々にとっては大変失礼な話かもしれませんけれども、日本の場合はいい意味その公用会制度、 あの、分野ごとに公業会が、ああ、存在してて、その公業会の中で、ここで書いてますように、一つのもの、同じような製品を作る多くの企業の方々が公業会の会員になって、で、え、購入企業群は左の方に書いてますように、多種多様なんで、それ今とも応じた大変なんで、じゃあメーカーとして、あの、なるべくパターン化しようということで、いわゆる公業会学会で、関係者、メーカーが中心になって、まあ、こういう形で生産していきましょうというのを、あの、議論して、 それを、じゃあ実施にしようということで、経済産業省と相談すると。いったのが基本的には大きな流れなんですけれども、これは大前提として、真ん中に書いてますように、多くの企業が、多くの製造業が同じような製造、製品を生産しているということは大前提でございます。今のように、あの、多品種、少量生産というのはなかなか合致しておりません。で、メリットとしては、 関係する製造業者とか、あるいは購入企業も入ってるんで、ルール付きに入ってるんで、取引は JIS プラスアルファで簡単なる効率的な取引ができると。デメイトとしては、まあ、端的に言うと既得権益の保護なんで、えー、新しいことを始めようとすると、まあ、要は予想もんされると。で、えー、せっかく新しい機能を有した製品を生み出そうと思っても、そういった機能を有した製品を生産できない企業にとっては、ゼマモンなんで、えー あんたは入れませんよと。いったようなことになってきて、え、新しい技術の標準化ができなくて、結果的にユーザーが、え、不便を込むといったような大きな問題点がございます。これは現実問題でございます。で、え、まあそういったことを考えた場合、過去の方が先ほど申し上げた、のは基本的な単一技術を用いた製品で、まあ、縦割りの業界で作っていけばいいだろうということなんですけども、現在は先ほども言及しましたように、 新しいコンセプトの製品とか、あるいは新技術とか分野横断的になってくると、これはとても単一のその交友会では対応できないと。まあ、例えば具体的な例で、あの、 生活支援ロボットとかがあるんですけども、ロボットだったらロボット工業会なんだけども、ロボット工業会は、あの、工場とかを相手にするんでちょっと違うなと言って、で、生活支援は、まあ普通はその、消費者団体がメインなんで、じゃあそこがロボットの標準があるとなかなか難しいと。結局誰も、あの、言い出し、言う人はいるけども、その意見を取りまとめて、議論する場を設定する人がいないと。 いうことで、こうに書いてますように、既存の団体、ええー、いわゆるプラットフォームがないと企画の開発ができないと。で、もう一つは上にあるように、えー、基本的には JIS も IS も既存の講演会をやっていたんで、一企業が、あの、標準化をやると、ええー、これで一から、あの、勉強しなきゃできないとか。あるいは、その、やっぱり企画というのは社内企画と違って、ステークホールドを集めなきゃダメなんだけども、関係者をどうやって集めるかわかんないと。結局は、あのー、この中で行ったり来たりして、気がついたら、 どっかの国が国際提案して、それに従わずもいないといったようなことが応援してあげるんで、やはり今後は、 まあ当然それがまあ一つの役割としては私ども商売士特許事務所、日本知代標準事務所の役割でございますけれども、そういった技術の中身があの企業の方々が持っているけれども、それをそうステークルホールドを集めて、それをルール化するというのはなかなかあの一つの企業じゃ難しいと思います。まあ、例えば日本を代表する企業がじゃ標準化をしようといて、じゃその企業の中に他社も入る委員会を作れるかというとこれも不可能なんで、であればこういったあの近い将来まあ新しいルールメイキングをするそ プラットフォームかといって先ほど言った一企業ではなかなかできない。であれば、まあ、先端技術を扱っている特有事務所が場を提供して、まあ我々は、 ISO とか事実に関する知見を持ってんで、にはこんな例がございます。こういったものもございます。といったようなサポートをすることによって、それがすなわち、あの、日本企業が、あの、ルールメイキング能力が高まって引いては、日本の技術が国際的に、えー、展開されて、最終的には国内も国際も同じ、えー、基準で作れて、まあ、さもう本当の本当の最終エンドユーザーは、一般国民としての我々がいいものを安くて、えー、安く手に入ることができると。いったような形になり得るとは思います。まあ、そういうい といった言葉がありますので、ありあの技術の普及というのは特許も重要ですし、積極的に広めていく標準化という概念も重要かと思います。まあそうあのそういった観点で、あのまあこれは上下じゃないんですけれども順番としては、まあ団体企画国、地域、ISO となっているんですけれども。 まあ、これ、皮肉でなく団体企画だったら、先ほど言った、いや、仲持ちなんで、参入消費があると。じゃあ、いきなり経済省行くかというと、これ、敷居が高い。で、え、ISO だったら、レベルが高い。これ、技術のレベルじゃなくて、やなかなか、あの、日本人、英語は足してないんで、言語の問題があると。いったようなこともあるんですけども、やはり、技術的には同じなんで、まあ、かといって、新しいものは、なかなか既存の団体ではできないんで、まあ、そういった観点で、まあ、我々がプラットフォームを提供して、必ずしも、例えば、団体企画を作って実施と、それから ISO という順番でない ででも、まあ、よっっててはは段飛び3段飛びび国際規格も将来的にはあり得るんじゃないかと思っていますただし、いきなりその国際規格というのはなかなか難しい。でも、今存在する ISO、JIS のほとんどは基本的にはどこかの社内標準だったわけで、その社内標準をブラッシュアップして、皆さんも使え、自社もメリットを感じるようなルールメイキをしているので、まあ、そういった意味でやはり物事は動かなければ始まらないということで、まあ、我々としてはそういった方々のお手伝いができればということを考えております。 それとあとさ、あの、最後、戦略的な標準ということで、まあ具体的にやはり、あの、もう当たり前のやつは、あの、5W1H とかよく言っておりますが、それと同じで、やっぱり明確にする点は、製品の何を対象として何のために、これは皆さんが喜ぶ公共インフラなのか、互換性なのか、あるいは差別化のためなのか、で、え、ルールメイキングなんで誰と組むのか、 ということも考えないか。何の観点なのか。あの、すでにあの、市場を安定的に確保するのか、あるいは新市場なのか。あるいはどのように規定するのか。これは、例えば、あの、性能は何々。 以上でなければいけないとか、そういう製品スペックを標準化するのか、あるいは製品スペックはもうセンサー万滅なんで評価方法だけするのか、まあ、そういった形で、やはり特許もそうですけども、何のために特許を出すのか、何のためにルールメイキングするのかというのを明確にしないと、当然ながら、あの誰と組むというのも明確にならないし、まあ、そういった形で、えー、企画のプランニングすることが、いわば戦略的に物事を進める一番基礎的な問題だと思います。 それと、あの、特許、まあ私も特許事務所ですから、まあ特許と同じでやはりオリジナリティが必要なんですけど特許というのは基本的には特許技術を持った自分さえ使えればいいんですけども、スタンダードというのはルールですから、他の人も使えなきゃダメなんで、やはり特許と違うところはオリジナリティは必要だけども、使われるためには再現性、汎用性が不可欠といったようなことで、やはり、あの、ルールメイキングする際の対象となる技術に関しては特許技術、特許にするのか、 え、特許する場合と標準化する場合、やはりその再現性、汎用性というのは大きなその違いとなってくるといい思います。 で、これは、あの、先ほどで社内のルールをちょっと因数分解してみたんですが、社内ルールは皆さんご存知、いろんなものが入っていると思います。端的に分けると、左から行くと、他者と共有できるもまあ、日本の従来の標準か、真ん中が他者と共有できるけども差別ができるので、右はもうこれは絶対ノーハウなんで、あの共有したくないというのは流れがあって、やはり従来の日本というのは左側、 あの、ちょうどちらっと書いて、吹き出しで書いてございますけれども、国内はみんなで仲良く共通しようで、で、国際も、まあ、要はみんなで渡れば怖くないといったようなやり方がメインだったんですけども、やはり最終的にやはり個々の企業が国際的に打ている。そのためには、従来のその他者と共有できるものゃなって、他者と共有できるんだけども、差別側が可能なルールメイキングをしないと、結局はその、それを提案した、 組織に対してのメリットがないといったような形になるかと思います。まあ、当然ながら、後で、あの、この後の説明しますけれども、あの特許の入れ込み方というのも、あの、出てくると思います。まあそういった意味では、やはりその技術を書くとして、特許を用いるのか、標準を用いるのか、あるいは若干の不応体を用いるのか、さもうセンサー万別ですけれども、やはり、あの、基本的には、あの、いろんなものが不応に混じり合っているんで、ケースバイケースで判断されていくんだけども、やはり従来の他者と共有できるものだけだったら、 これは、あの、ルールメイキングすると褒められますけども、その、企業にとっては何らメリットがないということもなるんで、基本的には今後は真ん中の得たせと共有できるものを、まあ、ルールメイキングの対象にしていくのかなというふうに考えております。で、これが、まあ、特許の使い方の例でございます。これ、あの、経済省の,あのホームページに載ってございますけども、まあ、基本的には、あの、3パターンあって、一番上が、 企画の中に特許技術を入れてしまう。企画を使うとその特許を使わざるを得ないと。で、これはパテントブルーと書いてございますけど、ブルーレイとかディスコとか一つの製品にもう極めて多くの特許技術が入っていて、その特許技術が生産できないといったようなものについては、ここに書いてありますように、企画イコール特許となる場合が多い。それ以外は、やはり企画と特許とは別に考えて、2番目の,あのインターフェース部分の使用。 まあここで QR コードというふうに言ってるんですけども、皆さんお気になったことがあるかもしれませんけども、QR コードについては、QR コードそのものは国際標準化して、電装さんは QR コードそのものの特許は無償提供しています。で、何で儲けたかというと、QR コードの読み取る装置はこれは一切ノウハウにして、それで儲けたといったような話。これが真ん中の部分。で、C としては性能評価。 あの、特許技術どこうか言わずに評価方法だけ定めて、結果としてその特許技術を持ち出した製品の評価が高くなると。そういったパターン、この3つがあるんですけれども、基本的には上のそのパテントブールというのは集団で特許を持っている場合、パテントブール型。で、ここの企業が持っていらっしゃる特許を使うには、基本的には、あの、結論済みで申し訳ないんですけれども、真ん中の B とか真ん中 C とか完成しているような活用が主だったものかなと思っています。そういった観点で、 えー、やはり。 ルールメイキングする際には国自身じゃなくて企業がやるんで、やはり企業利益について考えないからと。ただし、正直に言うとその標準化で利益が出るのかについては標準化によって直接儲けるとはなかなか考えにくい,い。ただし、利益を出すための、あの、重要なインフラの一つではないかと思っています。まあ、よくあるように、あの、ISO とアジストといはいわゆるスポーツでいうとルールで、そのルールがないと単なる殴り合いきりになってくるんで、やはりある一定のそのルールメイキングが必要か。か、かといって、そのルール を熟し,してていいれば喧嘩で勝てるかというとうそうでもないといったよううなこととの難しさがあると思いいます、まあ、そういった意味では、よく私も企業の方々と話すと、あの、標準化できたらすぐ儲けることができますかというご質問を聞くんですけれども、やはり、まあ、特許もそうでございますけれども、中期的な観点からあくまでも、まあ冒頭でも説明しましたように、企画そのものだけではなかなか勝負しにくいんで、企画と何かを合わせて、えーまあ、それが重要戦略であればそれも一つなんですが、そういった形で、えー え、いわば、標準化。あの、特許もそうでございますけれども、ルールメイキングも、知財も、今はもうそれと言うと、知財であれば、企業の知財部。で、標準であれば、これは品質管理なん工場の品相性部となってますけれども、やはりその、重要戦略の一つなんで、まあそういった意味では、今日、あの、いろんな方々の、職種の方がお気になっていると思いますけれども、やはり重要戦略、すなわち市場マーケティング、 え、あるいは、反則とか、あの、栄養性など、そういったものも組み合わせた形で、標準画を作っていかないと、なかなかその、生きて使われて、なおかつ、使う人もそのメリットを感じる、あるいは標準化するものを提案する人たちのメリットを感じるような、あールールメイキングがならないかな、ということでございます。まあ 当然は今日の一般的な説明なんで、だからといって、じゃあすぐ標準化というわけにはいかないと思いますし、それぞれ企業が置かれた立場で変わってくると思いますけれども、基本的にはやはり技術の普及については特許と標準化は両方あるといったような観点で今後物事を考えていただければ、ね、なおかつまあ私どもが何らかのその際のお役に立てればというような形で今日ご説明をさせていただきました。あの、長時間でありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。